じで。うん。マリンは？マリンは大丈夫？おう、元気だぜ。よかった。ね、お仕事頼んでいい？ジュークボックスのディスクを探してほしいんだ。音楽が鳴ればみんな元気になるかなって。名案だね、ベティ。よし、ディスクを見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。みんなを元気にしなくちゃ。こんな老いぼれが生き残ったところで。何もかも失ってしまいました。ようこそ。お休憩ですね。たまには音楽を聴いてゆっくりするといい。闘争本能に火がついたって。がいても立ってもいられなくなって。いいねあんた、分かってんじゃねえか。熱く引き寄せ。私も近くで聴いていい？この曲、昔好きだったの。もちろん。この曲知ってる。マリンと踊ってた。なっとらん。全くなっとらん。この曲こそ我が青春の調べ。私が手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。みんなで音楽を聴くの楽しいね。ディスク、ありがとう。うん、私たちも元気になった。じゃんじゃ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 んじゃ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 じゃん。いつか勝利のファンファーレが鳴り響く日が来る。俺たちの戦いは続く。なんてな。久しぶりに踊ったら元気になったわい。いつまでも落ち込んでられませんよね。おかげさまでやる気がみなぎってます。
いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。いやまだだ。オニオンさん、クラウドか。どうした。プレートの上に行く方法を知らないか。うん、今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただ者ではないな。え？しなやかで金星の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこうなっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだし兄と勝負してみないか。思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね。私は構わないが。来たな。では懸垂で勝負だ。ランデブーと行こうか。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。いい感じだね。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。やはり美しいな君は。君の勝ちだティファ。私夢中で。こわばりは解けたようだ。君との勝負で私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ。すっきりです。これは今夜の記念に。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。うん、体動かしてく。いつでも待ってるよ。本日も闘技場はいつも通り。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力。家内安全間違いなし。数量限定だからお早めに。
ピオン、いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。神羅の追ってか。キリエは来ない。俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。連携しよう。よし、やっちゃおう。やあ、行くよ。まだ勝負あり。そこ、うそ。おう、引っ込んどけ。やってやろう。期待してるぜ。
愛してるぜ。さあメンデス、しっかりしろ。いけんだろ。よしやっちゃう。反撃だ。しまった、こんなところで。おう任せて、この野郎。期待してるぜ。振り絞るよ。任せていいかな。頼られちゃうな。結構は借りは返すぞ。はあ、いけんだろ。下がっていろ。さすがは我らがチャンピオン。猛獣を華麗に手なずけ、今回も大大大勝利です。ま、余裕だったな。あんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。どうだった？安心しろ、もうシンラは追ってこない。本当？ああよかった。嫉妬は懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけでそろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫ってあれ言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほらキリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はーい。ねえ、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。ミレイユさんがスラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろう。私も同じだよ。アバランチを名乗ったりスラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。俺たちは何にでもなれる。あ？コルネオの財宝を手に入れてそれを配れば俺たちがスラムエンジェルだ。へえ、スラムエンジェルってのはそういう仕組みかよ。戦っているのはアバランチだけじゃないんだよね。だよな。まだまだ終われないね。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そういや陥没道路で派手な扉を見たって聞いたね。
コルネオ印がついた扉なら、スラムエンジェルのアジトのそばにもあったね。準備はいいか。ボックスです。一瞬で終わりだ。楽勝。列車を痛ましい。最近は死者どもが無事でいてくれ。俺の財布。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。うん。でもティファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。え、あ、はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。どうなってもいい。こんなことになるなら列車が動けば避難民も上に行けるのに、うん、しかしプレートの落下を2回も体験すると。最近は出社すらも。何か分かったら絶対に教えてくださいよ。
こりゃ。気負いすぎる。さあ行くよ。ダンブだ。狙うぜ。待ってました。まあまあねえな。期待してるぜ。そこ、そっちは任せ、私に任せて。チャンスだよ。負けるわけがねえ。バレットってば。嬉しいクポ。プレートが落ちたって本当か？だからこそいい武器を持たねえとな。スラムの話は全然出てこないな。
ナが聞いてくれると私も嬉しいわ。喋る。その顔、何かやる気だね。ま、頑張んな。もう、これ…歩け。館の方が騒がしかったけど、何か…あれ、新羅兵…どこ行った？クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。